そううちね中学校サッカー部なかったんだよね。だからサッカーをね、そもそもしたことがない。触れる機会もなかった。うちはそうそう、中学校の時はソフトボール部と野球部しかなかった。バスケもあった。陸上部もなかった。中学校はね。で高校に関しては部活がなかった。でもね、俺がね、卒業した後に、中学卒業した後に、俺が高1か高2ぐらいの時に入ってきた、 新人のその俺が卒業した中学の先生がサッカーマジ好きだったらしくてサッカー部を作らないかーってグラウンドで放課後叫びながらグラウンドの小石を拾って一人でずっとグラウンド走ってたその後本当にサッカー部ができたかどうかを俺は知らない熱い先生だったらしいけど俺中学校家が,家が横だったからさ 僕のホームページ俺普通にあると思うけど、高校はね、うちめちゃくちゃ特殊だったから、あのビルの中にあるテナ,テナントみたいな場所の部屋だったから、すげえ特殊な高校だった。通信でも定時でもないけど、3年で卒業できる、できるけど単位制で、単位取ってれば卒3年で卒業できる高校だったね。特殊だけど普通だね。で一番普通じゃないところ、普通っぽくて普通じゃないところは、ほぼ週に 3時間ぐらい授業を受けてればよくて、2月だけ毎日10時から4時ぐらいまで単位取ってれば、それで卒業できたで。部活もない。体育は一応あった。えっとね、死のね、体育館借りてやる。今もあるはず。運動会にない。文化祭にない。テストは赤点取った後に、テストが始まる1秒前まで答案用紙が見れる、その落ちたテストと全く同じ内容のテストで、 えっと、赤点回避すれば、うん、OK。数学は最初の10問2桁の足し算。高校3年間。多分3桁は厳しかった。校長先生が1人と、なんか塾みたいな感じだったね、先生が。大体いいほぼいる先生もいるし、今日はこの先生いないみたいなのもあった。だからその先生が来れる日に、何の授業があるかみたいなのが決まるから、 その先生が来るタイミングの授業を取って単位を取るみたいな感じだね。学校以外の授業は俺はネトゲとバイトだね。俺も高校になってからはじ自分にかかる金のことはもうほとんど自分で払ってたから、えっ、ー、と晩飯以外。晩飯と家賃以外。あと家に毎月1万ぐらい入れて、あ、でもそんなかな。毎月家に1万入れて、で、自分がやりたいこと、 とか身の回りのことは全部自分でやったかな。